演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーで買ったトルコの伝統的なお菓子ハルバプレーンを食べたいと思います。プレーンって書いてありますけど、プレーンしか売ってないんですけど、ハルバでダメなのかな。なんかゴマペーストって書いてあるんですよ。トルコにもゴマってあるの？いや、そこが驚くことじゃないか。ゴマは別に、ゴマは別に先輩特許ってわけじゃないし、開けにくいな、これ。どうやって開けるんだ、これ。なんかペーストって書いてある通り、バターみたいな雰囲気がありますね。これ食べるものなのかな。ちょっと入れてみますね。ちょっと手応えありましたね。やっぱりバターとかとは違いますね。では、いただきます。トルコだとアイスが伸びるイメージしかなかったのですが、こういうのもあるんですね。ゴマが香ばしくて美味しいです。他のフレーバーも食べてみたい。はい、トルコの伝統的なお菓子堪能させていただきました。で、味なんですけど、で言うと常温で食べるアイスクリームのような食感でしたね。食感は確かにあるんですけど、で食べていくとちょっとペーストのねっとり感が出てきて、シャリシャリとした食感とともに口の中でゴマの香ばしさが広がって美味しかったですね。なんとも言えない味わいでしたね。常温で食べるアイスクリームでも語弊のある言い方のような気もしますが、他に言えることはないんですよね。ま、なので、まあ、とにかくゴマの香りが香ばしくて美味しかったです。パンとかと一緒に食べてもやっぱりペーストなので合いそうな気がしましたね。というわけでこちらのペーストとさせていただきます。こんな感じなのが世界の伝統菓子もっと食べてみたいですね。で、次はこちらの紫芋ポテトチップスを食べてみたいと思います。これも前から気になってたんですけど、なかなか食べる機会なかったですね。さつまいものポテトチップスとはまた違うのかな。まあ、じゃがいものポテトチップスとはまた違うのかな。さつまいもじゃなくてじゃがいものポテトチップス、久しぶりに食べるけど、こういうところも忘れてるよ。お、なんか違いますね。薄すぎて断面は見えませんが、いただきます。紫芋の甘みチョコポテトチップスですか。ジャガイモの塩気のあるポテトチップスとは違った美味しさがありますね。チャンネル登録よろしくお願いします。いわゆるポテトチップスだとちょっと塩がまぶしてあってピリピリくるイメージなんですが、これは砂糖がまぶしてありますね。なので全体的に甘めです。砂糖の甘さがバーッと出てくるのではなくて、紫芋のあの独特の優しい甘さが口の中に広がっていくような感じで、お塩のポテトチップスとはまた違った味わいがあって美味しかったです。甘いポテトチップスというのもいいですね。まあ、メーカーさんに出してるところもあるんですけど、それとはまた違うような気がします。では続きまして、ザクザク大津さんのプレインビスケットを食べてみたいと思います。大津さん、なんとなく食物繊維が多そうな雰囲気がありますね。おー、ゴツゴツしてる。おー、分厚いですね。では、お、結構硬いな。では、このザクザクとした重量感のある歯ごたえが大麦の存在をアピールしていますね。こういうの好きです。商品名の通り、大きなビスケットを口に入れて噛むとザクザクとした香ばしい音が聞こえてきて、とっても美味しかったです。甘さはあまりなくシンプルなビスケットなので、何かをつけて食べるととっても合いそうですね。ジャムとかも良さそうですし、ちょっと主食系のものも合いそうです。主食にもお菓子にもなるビスケットということで万能選手ですね。ただビスケット自体はちょっとシンプルすぎた気もしますので、こちらの点数とさせていただきます。まあ、自分は何もつけないのはいいです。一番の要因なんですけどね。それでは
青唐辛子ロックンロールかな、甘いのに、いやむしろそっちの方がロックンロールだ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。